こんばんは。あ、寒いのよ。雨よ。いや、予報がね。うん、今日はね、リベンジ、ハルイカのリベンジっす。この間ね、そうね、風味が、うん、キログラインとば、うん、バラされたとね。そうバラされた。今回も同じところ、そう、ね、同じポイントをちょっと狙っていこうかと。打っていこうかと。前回は土管やったよね。そう土管。今満潮よね。今は満潮近いね。満潮近いよね、うん、いや、そういう違いもあるけんね、うん、ちょっとじゃあもう雨やし、サクッと、サクッと。もっちは坊主やったけどね、今度ね。坊主やったけど、とりあえずいっぱいする。ああ頑張る。じゃあ長崎リベンジャーズってことで、ひよってるやついねえよな。今日はね、もっちとリベンジ企画をやっていくんですけど、ちょっとね、もっちがね遅れてくるってことだったんで、先にね私風味だけでちょっと調光していきたいなと思うんですけれどもね、ムラムラチェリーの3号ノーマルですね、やっていこうと思います。はい、ちょうど1週間前にね、ここでねキロイカをバラしたってことでね、全くこの場所ですね。ここに逃げてった。そこにねミニラが立ってね、ちょうど1週間前にキロイカバラした夜、昨日のことのように今はっきりと思い出す。キロイカをかけたことがラッキーだったと思う。キロイカをバラす前のこと、二度とは戻れない夜。はい、やっていきましょう。まあね、さっきも説明したようにちょうど1週間前なんですよね、ここで釣れたのが。ということで状況、水温とかね調べたら、まあ、海面温はほぼほぼ一緒でしたと。1週間前と海面温変わってなかったです。でベイトもまだ抜けてないっていう情報入ってきてるんで、まあ、そういった状況でね、果たして1週間後全く同じ場所で釣れるのかどうか、ちょっと検証もやっていけたらなと思います。ドラグ設定はね、前回と同じくこの3本の指でスルーッと出ていくぐらい掴んで、もうちょっと強くしますね、このように出ていくぐらいの設定にしておりますと。ちょっとノーマルだと厳しいっすね。シャローのねスケキャンに変えていこうと思います。ブルーポとムラチェのいいとこ取りのような感じなんですけど、言うてムラチェの方がいい気がします。ムラチェブルポの単体の方が。今ちょうどまだ夕間詰めの時間帯になりますと。中潮ですね。さあ果たしてね、あ、イカだ、イカ。うわ、フリーズしとる。はい、来ましたよ。来ました。ちょっと GoPro がね止まったっすけどね、来たっす。ちょっとしっかり取り込んでいきたいなと思いますよ。いやー、またギャフをね忘れるっていうね、また同じようなとこにかかっとるよ。よいしょ、これいい。よいしょ。長崎リベンジャーズやってる。ちょっと測らしてん。はい、じゃあね早速測っていきたいと思います。760っすね。760。まあ、これからですから、もうちょっと頑張っていきましょう。キロアップ、この間のもっとでかかったよ。うん、それじゃあね締めますね。はい、よし。わあ、全然ちょい違うやん。さあリベンジということでやっていきますよ。
とりあえず前回ドカンやったけど今回結構ちょいが高いんでブラチェとりあえずノーマルで一回探ってみます。やっていきます。めっちゃ塩効いとるよ。うん、めっちゃ効いとる。釣れそう。さっきのポイント760とかさ、まあそのくらいにしかおらんやったけど、ここは今日今満潮になってさ、ある程度深さもあるし、うん、ここベイで入っとったやつね。うん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 。だけんが、時期的にはこっちの方がキロアップ釣れてもいいのかなって気はするよね。今はすね、まだちょっと早い時期に産卵前の捕食で、うん、てるんじゃなかろうかと。来た。来たよ。来たよ来たよ。来た来た来た。どう？塩やっぱそこ行っとるって言うたもんね、もっち。つままれる感じのして、あ、ほんと、うん、あ、じゃあ持ってく当たりじゃなかったんだ。するとかじゃなかった。あ、なるほどね。なんかもともとって着底コツコツってしたかなぐらいの感じで、うんうんうん、あるある、そういう時一応合わせようと思って合わせたら、うん、乗りました。いやー、いいっすね。足一本、足一本、ちょっと待っとって。波気をつけてね。はい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 、ちょっと待ってね。うわぁ、うわぁ、こっちがいい、こっちがいい。はい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 。ナイスー。ほい、いや、ナイスナイス。まぁ、でも400ってとこかな。釣れました、とりあえず。うん、とりあえずね、とりあえずちょっとちっちゃかったけど、ポイント的にも塩がいってて、うん、結構深くって、うんうんうん、でも多分捕食な感じだと思うけどね、うん、そうね。これはとりあえず持って帰ろうかな、うん、キープしようか。うん、キープで。ありがとう、キーイエーイ。大潮明けの中潮、月がちょっとずつ欠けていく潮回りになってると思うんですけど、まあこの天気っていうのもあって月は全く出てないんですよね。結構闇夜な感じなので、シャローに変えたいプラス赤下地のカクテルオレンジを投げていこうと思います。シャローの3号カクテルオレンジです。よいしょ。3月まだ頭なので、がっつり春イカって言ったらやっぱり4月とか5月がメインなのかなっては思うんですけど、この間も話してたように4月5月になると捕食からやっぱりこう産卵の体制に入っていくイカが多いので、産卵を意識し始めたイカはもう適宜に見向きもしなくなるので、産卵前の体力つけるためにいっぱい餌を食べてるイカを狙う時期ですね。今は春に産卵したイカが4月に産んだとしたら、まあ5月とかに生まれるのかな。どんくらいで生まれるか知らんけど、その生まれたイカが秋にだいたい300とか 400g とかになって数釣りができる、それが秋イカって言われてるんですけど、で、よいしょ、来た来たよ、来た来た。喋よった、めっちゃ。俺もそこ投げたのに。どうどうどうなの。ほら、さっきよりはサイズアップしたんじゃない。気負わないけど、ちょっとフーミンまた行って、フーミンもそっちに持っていくけん。
あ、まあ、パンダマークあるやん。まあまあ、ちょっと待って、あ、いい、まあまあサイズ、まあまあサイズ。ちょっとあんたいいか、駅離して、離して、よし降りっこ。家に連れました。カクテルオレンジシャロー。はい、やる、2枚目釣れましたね。検量していきます。はい、はい、オッケー、ゼロいただきました。かけます。はい、よい、さあどう。695じゃん。いやいや、サービス700ちょうだいよこれ。じゃあサービス700。イエーイ、ウィー、サイズアップ。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょうど1週間後なんですよね、うん、前回チョコ行ってから、うん、まあほぼほぼ同じチョコ得られたっすね。そうね、サイズ的にもまあまあ大体一緒ぐらい、うん、状況的にはまあベイトが入ってるっていう情報があっての、うん、プランと、まあ最後のポイントはまあ塩がね、ね、入ってるポイントをちょっと選んだんですけど、タイミングがね、うん、潮止まりの時間帯やったけど、うん、もうちょっと早く入れとけばね、うん、よかったかもね。まあね、皆さんもそういうの考えながらね、うん、やってもらえたら、はい、超過につながるんではないかろうかと思いますんで、はい、はい、少しでも参考になったなって思ってくださる方は高評価、チャンネル登録、はい、ベルマークのほど、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、コメントも待ってます。コメントも待っております。伝わる、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 伝わる